ただいまから第51回国家公務員合同処任研修の開講式を開会します。国家聖書一度ご起立の上、国旗に正体願います。前奏に引き続き聖書願います。 ご着席ください。内閣総理大臣君次。研修員起立。れい。着席。皆さんこんにちは。 内閣総理大臣の安倍晋三です。行政のトップとして。今まさに国家公務員の。道を歩み出した。皆さんをまず冒頭。心より歓迎したいと思います。先週。横綱、新横綱。千歳とのあのう、劇的な。逆転優勝に。四十が。わき立ちました。初日から好評好調でしたが。 13日目に残念ながら負傷してしまったそれでも横綱は怪我の痛みに耐え本割そして決定戦と手に汗握る大一番を制し見事に優勝しました周囲には怪我の悪化今後の土俵人生への余定を考え横綱に休場することを勧める声も あったと言いますしかし千の里関は自分のために苦労して入場券を買ってくれた人がいる新横綱を楽しみに来てくれる方も多いそう語って迷うことなく千秋楽まで土俵に立ち続けたそうであります。 プロ意意識にこれから敬意を表したいいと思います。皆さんも今やプロの女性官であります。皆さんの一つ一つの仕事すべてが日々の国民の暮らしに直結している。国民に奉仕する。皆さんにはいささかの甘えも許されません。学生気分はもはや完全にせさってもらわなければ、 なりません自らこのみ選んでこの道を決めたこの道に進んだ皆さんにはその強い責任感を持ってそれぞれの仕事に取り組んでもらいたいと思います本年は日本国憲法の施行からちょうど70年の節目の年にあたります70年前の日本は 戦争によってすべてを失った、見渡す限りの焼け野原でありました。しかし先人たちは決して諦めなかった、廃墟と窮乏の中から、完全と立ち上がり、世界第3位の経済大国、そして自由で民主的な日本を作り上げてくれました。その中心には 皆さんたちの先輩たちがいた未曾有の国家的な危機を前に祖国の復興に身を尽くし戦後を切り裂いたたくさんの公民たちがいました下村尾さんもその一人でありました終戦当時若干35歳若き行政官の前には戦争によって 産業をことごとく失い急激なインフレに襲われた日本経済がありましたその強い危機感が彼を経済の現場へと駆り立てました下村は自らの発意で闇市の物価調査を開始しました当時新橋にあった闇市に 彼自身が足を運び、自らさまざまなものの物価を調べていたといいます。満足な食事も取れない時代、体調は必ずしも万全ではありませんでしたが、それでも、新橋通いを通じたそうであります。そのの結果をもとに闇物価指数となった独自の統計まで作成し下村は 現場の実態をを把握する努力を重ねました彼の経済政策は常にそうした現場感覚に裏落ちされていましたですから下村は一人の若い公務員でありながら年上の高名な経済学者たちを相手にしても全く物おじすることはなかった現場に 根した自らの主張を常に確信を持って貫いていたといいますそしてそうした現場を大切にする姿勢が日本を高度経済成長へと導くあの所属倍増計画を生み出したのだと思います皆さんもどうか現場に橋を運んでください 現場の実態にその目を、その耳を傾けて,てください。現場感覚の伴わない空理空論に世の中を変える力などあるはずがありません。70年前の大先輩たちが戦後の日本を切り開いたように、この節目の年に公務員となった皆さんには戦後のその先の未来、 次なる70年を見据えながら大胆な改革にチャレンジしてほしい我が国の輝ける未来を切り開いていってほしいと期待していますだからこそいかなる時も現場を大切にしてください時代は今大きな転換点に差し掛かっています少子高齢化は深刻さを増しています それを克服するため、若者もお年寄りも、女性も男性も、障害のある方も、難病に苦しむ人も、一度失敗を経験した人も、誰もが生きがいを持って活躍できる、一億総活躍社会を作り上げていかなければなりません。最大のチャレンジは、働き方改革であります。残業時間の多さを 自慢するようななな職場文化からは決別しなければなりません保育や介護など多様な事情を抱える人たちがその能力を発揮できるよう長時間労働を是正し同一労働同一賃金銀を実践する従来型の労働制度を安倍内閣は今根本から改めようとしています。 経済社会のあらゆる場面で、これまでのような確一的、みんな横並びの風土を打ち破り、多様性こそが尊重される新しい時代を作り上げていく。歴史的な大転換が求められています。そして、すべての子供たちにチャンスの溢れる国づくりを進めていく。子供たちの 誰もが意欲さえあれば高校にも専修学校にも大学にも進学できるような日本に変えていかなければなりません世界も変化の時を迎えていますアメリカではトランプ大統領が誕生しました素晴らしいビジネスマンではありますが議員や知事などの公職の 経験はありませんでしたそれでも、1年以上にわたる厳しい選挙戦を勝ち抜き、新しい大統領に選出された。これこそまさに民主主義のダイナミズムです。民主主義こそ、時代を動かす原動力だと改めて実感します。ヨーロッパでも フランスやドイツなど多くの国々で選挙が行われる予定です。アジアに目を転じれば、北朝鮮の核・ミサイル開発は深刻です。今朝、北朝鮮がまたも弾道ミサイルを発射しました。安保理決議に対する明確な違反であり、断じて容認できません。 先月発射されたミサイルは能登半島からわずか200キロの場所に落下しました外国軍機による領空接近とこれに対する自衛隊機のスクランブルも増加しており我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増していますテロの脅威は世界に拡散し日本人が被害に遭う 事件も発生していますこうした国内外の課題に、私たちは自らの頭で考え、自らの手で道を切り開いていかなければなりません。私たちの未来は人から与えられるものではない。私たち自身の手で切り開いていくべきものであります。どうかその気概を持って、それぞれの持ち場において、 リーダーダシップを発揮してもらいたいいたと思います。えー、昔ある家に住んでいるネズミたちが一堂に会しましたその時あるネズミがこう相談を持ちかけましたこの家には猫という恐ろしい獣がいるゆうべも友達の大ネズミが食われてしまった 何か良い方法はないだろうかな,かなか理論はまとまりませんでしたしばらくたって一匹のネズミが猫の首に大きな鈴をつけたらどうか歩くたびに音が鳴るので猫が来たのが分かって隠れることができるようになると言いましたすると他のネズミは皆揃ってなるほどと感心し そのアイデアに納得したそうであります。しかしその後、どうやって実行するのかという段になると、誰も自分が行こうとは言わない。結局会議は全くの無駄になってしまったと言います。まあ、こういうお話であります。これから皆さんには、それぞれの行政課題と向き合い、 先送りすることなく、しっかりと解決していく責任があります。美しい言葉をいくら重ねても、結果が出なければ意味はありません。立派に見える政策であっても、紙の報告書自体には、何の価値もありません。自らの言動が 猫の首に鈴をつけるかごとき、地上の空洞になっていないか、皆さんにはこれからの公務員人生の中で、常に自問し続けてほしいと願います。そして、自分で作った政策は、それが実践するまでやり抜く覚悟を持つ、最後のゴールまで走り切ることができる、行動する、 になってほしいいと思います積極的に行動すれば、当然、失敗することもあるでしょう。しかし、皆が恐れても、皆が恐れて、失敗を恐れて、何もしない、チャレンジを避けるような国に、未来などありません。いかななる困難な課題に直面しても 真っ向からチャレンジする精神をどうか持ち続けてほしいと思います。千代里関は優勝インタビューでこう語っていました。自分の力以上のことが最後は出たので、本当に諦めないで最後まで力出して良かった。 成功する最大の要定とは何か、それは最後の最後まで諦めないこと、成功を信じて、与う限りの能力、努力、能力に見合う努力を積み重ねていくことであります。どうか皆さん、はくなちチャレンジを続けてください。そして 我が国の輝ける未来を一緒に切り開いていきましょう終わります県主委員起立来内閣総理大臣はご出席ください県主員着席 人事院総裁訓示研修委員起立。礼着席皆さん 国家公務員ととしてのスタート、おめでとうございますえ。皆さんは厳しい採用試験の関門を乗り越えて、晴れてこの日を迎えられたわけで、熱い思いと誇りを持っておられることと思います。そうした皆さんを国家公務員総合合同初任研修の場に迎えることができ、大変嬉しく思います。 この研修は将来、中核的な行政運営の担い手となることが期待される皆さんに対し、国民全体の保守者として必要な理解、 倫理観や使命観の自覚を促し、国民全体の視点から施策を考えるための見識を養うとともに、政府が一丸となって課題に対処するための基盤となる、府省を超えた信頼関係を醸成するということを目的として実施するものです。ここにいる皆さんは、配属される府省や専門分野はさまざまであり、国家公務員を志す に至った理由もそれぞれ異なることと思いますけれども皆さんが共通に持っている思いは国家公務員として我が国をより良い国にするために力を尽くしたいということではないでしょうか社会経済情勢が変化する中で我が国は経済再生財政再建社会保障改革などまったなしの大きな課題に直面しています とりわけ、少子高齢化という構造的な問題を抱える我が国において、活力ある社会を維持、発展させるため、女性や高齢者を含め、誰もがその能力を発揮して活躍できる社会を実現するということが求められています。長時間労働の是正をはじめとする働き方改革や勤務環境の整備について、現在各方面で議論が行われていることは、皆さんもご存知のことでしょう。 また、国外に目を向ければ絶えず変化する国際情勢の対処とするという難しい課題もあります。このような困難な課題を解決していくためには、従来のやり方を踏襲しているだけでは十分と言えません。若い皆さんには、所属部,署や部局や府省を超えた高い視点に立ち、柔軟な発想と創意工夫を持って、こうした課題に全力で立ち向かい、 国の未来を切り開いていくことが期待されているのです今日からの3日間の研修では各界を代表する有識者の方々から国家公務員としての第一歩を踏み出す皆さんへエールを送っていただくほか先輩職員から職務経験を学ぶ機会など様々なメニューを用意していますこの研修を通じて我が国の社会がどのような状況にあり公務に何が期待されているのか そして自らが公務員として果たすべき役割はどのようなものかについて思いを巡らせ皆さんがこれから目指す国家公務員像を具体的に描いていただきたいと思います私は人事院総裁として各府省のさまざまな分野で職務に精霊する職員の姿を見てきました また6年前の東日本大震災の時は東北管内を統括する仙台高等裁判所の長官として勤務しており復旧活動に献身的に取り組むたくさんの公務員の姿を見ました国民からの信頼を得てそれを維持するには日頃からの誠実な職務の遂行が何よりも寛容だと感じています しかしこのようにして多くの公務員が黙々と積み上げてきた信頼もわずか一つの不祥事で一瞬にして崩れてしまうということを強く認識する必要があります皆さんは国家公務員という責任ある立場になりました皆さん一人一人の行動が国民の信頼を得られるかどうかを左右します国民全体の保守者であるという意識を 常にに持ち高いいいいい倫理観に基づたたた責任あるる行動をすすよう心がけていただきたいと思います私は人事院に来てもうすぐ4年となりますがその前は40年近く裁判官として勤務していました。これらの経験を通じて行政官、裁判官と職種は違っても仕事をするにあたって共通する部分があると感じています。 ここで皆さんへのアドバイスとして三点申し上げたいと思います。第一は、人に興味を持ってほしいということです。最近の若い人たちはとても真面目に課題に取り組んでいるという印象を持っています。熱心に問題点の整理や法的観点からの検討もしているでしょう。でもそこに関係する人に興味を持っていますかというのが私の問題提起です。 いくら立派な企画を立案したように思っても、それが実際に適用される場面をよく考え、どのような立場の人が、どのような影響を受けるのか、その人たちの気持ちにまで思いを巡らせたものでなければ、本当に生きた仕事にはなりません。皆さんには常にこうした観点からの問題意識を持っていただき、自分の行う業務が施策全体の中でどのような位置づけにあり、 その政策が人々にどのような影響を与えるのかということを考える習慣をつけていただきたいと思います。そして多くの人に謙虚に学び、了書や古典を読み、心深く試作する人間力の高い行政官を目指してください。第2は、人との出会い、仕事との出会いを大切にしてほしいということです。 私が当時女性にとって狭き門であった裁判官の道を選んだのは強く進めてくれた指導教官がいたからですそして私は社会状況が大きく変わる中でさまざまな民事の事件を担当し多くの人たちと出会って成長することができたと実感しています皆さんにも今後さまざまな人や仕事との出会いが待ち受けています 中には自分の希望と違うことや上司や同僚と会わないと感じることもあるかもしれませんが何がプラスになるか後になってみないと分かりませんぜひその時々の出会い巡り合わせというものを大切にしていただきそれを糧として大きく飛躍してほしいと願っています第三は皆さん自身を大切にしてほしいということです 皆さん一人一人が国の行政を支える貴重な人材です。日々の仕事に熱心になるあまり体調管理がおろそかになることがないようにしてください。皆さんが心身ともに健康で生き生きと仕事に取り組んでいけば公務職場の魅力が高まりさらなる優位な人材の確保や組織の生産性の向上につながりひいては国民の利益となるものと考えています。 皆さんのこれからの活躍を大いに期待して、私の挨拶といたします。検視員起立。人事院総裁は。ご着席ください。検視員着席。 検修員決意表明、検修員規律、検修員代表杉原裕子、はい。内閣総理大臣は中央演壇前にお進みください。検修員林。 決意表明。同じ志を持ち、国への思いを厚くしている仲間たちと共に、今ここで国家公務員としての一歩を踏み出したことに、心から喜びを感じております。現在、我が国は喫緊の対応が必死の諸課題に直面しています。また、日本国として、 激動の国際社会にどう向き合うかを試されています困難な時代に生まれ育ちこのような社会状況で国家公務員となる私たちは現実に目を背けることなく課題を乗り越え未来を築いていく強さと理想を追い求め続ける熱さを持って職務に全力で臨まなければなりません国家公務員の職を法ずりにあたり研修員を代表して 以下の決意を表明いたします1つ、国家公務員を目指した初心と覚悟を忘れず、謙虚さと誠実さを持って職務を遂行します。1つ、国家社会がいかにあるべきかを常に考え、不省庁を超え、国益と国民のために行政運営に努めます。1つ、いかなる絶望や困難にも果敢に立ち向かい、 目指すべきこの国の形を追求していきます以上の決意を胸に日々職務に邁進することを誓います平成29年4月5日第51回国家公務員合同初任研修研修員代表杉原裕子研修員え 内閣総理大臣はご着席席ください着席閉会の前に、本日は萩生田光一内閣人事局長兼内閣官房副長官が出席しておりますので、ご紹介いたします。 以上で第51回国家公務員合同初任研修の開講式を終わります。安倍内閣総理大臣が退席されます。拍手でお送りください。